スワカヨコクビガメは、ヨコクビガメか南米ヨコクビガメ属に分類されるカメ。コロンビア東部、ブラジル北西部、ベネズエラ南部のアマゾン川、水系、オリノコ川水系最大高潮32センチメートルと南米ヨコクビガメ属でも小型種。廃坑はややドーム状に盛り上がり、上から見ると楕円形。廃坑の色彩は、赤褐色や暗褐色で、 炎甲板外縁はアメーカッシ色で縁取られる。復興の色彩は肺褐色で、甲板の継ぎ目周辺は高褐色やピンク色。下顎には2本の髭状突起がある。頭部背面の目の間には細い溝が入る。頭部の色彩は暗褐色。妖体は肺甲が上から見ると楕円型で、炎甲板外縁が赤褐色で縁取られる。妖体やオスの生態は、 分担や頭頂部、鼓膜付近に赤い斑紋が入る。種小名エリスラセファラは赤い頭のいで和名や英名と同義。メスの生態は頭部の斑紋が消失する。河川や河川につながった故障などに生息し、主に霊炭質が溶け込んだ水質の水域に生息する。水生傾向が強く、産卵を除いて上陸することは稀。植生は、 植物食傾向の強い雑食で水草、果実などを食べる。水面のプランクトンを腰取って食べることもある。繁殖形態は卵生。規定が砂の川岸にある矢口に1回に5から14個の卵を数回に分けて産む。生息地では卵も含めて食用にされる。食用の卵殻やペット用の採集などにより生息数は激減している。生息地では 法的に輸出が制限されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。流通は極めてまで。ありがとうございます。